姉川の戦いで勝利を得るも浅井朝倉の討滅には至らず、周辺勢力をも巻き込み戦局は泥沼化していった。そんな中、浅井朝倉への加担を表明し信長の動きを妨げようとする勢力があった。比叡山延暦寺である。再三の警告にもかかわらず、比叡山は態度を改めず、雑賀衆までも引き入れて信長を挑発し続けていた。業を煮やした信長はついに比叡山攻めを決めるが、織田家中には反対の声も少なくなかった。比叡山焼き討ち。信長様、言いたかねえが、家中の奴らはみんな比叡山攻めに及び腰のようだぜ。あの寺の権威は当代随一、手を出せば地獄に落ちると真面目に信じてる者も多いですからね。久秀殿はどう思う？そんなだけの権威に何の価値がありましょう。まさしく新たな世の異物、焼却が妥当かと。焼却って、おい、焼き討ちなんかしたら織田家の評判は最悪なことに。評判がどうなろうと構わん。もう決めたことだ。比叡山は浅井朝倉に加担している上、雑賀衆をも引き入れている。雑賀孫一は機長の仇の一人、見逃すわけにはいかん。三太夫、こたびはお前らの力を借りたいが、どうだ？お安い御用で、万事この三太夫にお任せを。俺のやり方見せてやろう。僕の策に期待して。不機嫌そうだね。焼き討ちに決まったことが気に入らないの？そういうこっちゃねえよ。信長様が考えてることも分かってるつもりだ。とはいえ、新たな世を切り開こうってのにさ、やり方がちょっとむごすぎねえかなって。おいらが天下を目指すなら、もっとこうお祭りみたいによ、賑やかにやるけどな。じゃねえと、せっかく天下を取れたって思い切り笑えなくねえか？じゃあ秀吉が天下を目指すときはそうしなよ。僕もそういうやり方の方が好みだしね。おお、じゃあそうすっか。ああ、いやいや、天下を取るのは信長様だっての。
この木に比叡山を完膚なきまでに叩く。山中にある三箇所の塔を制圧しろ。二度と盾つかぬよう焼き払ってくれ。三太夫、手はずは整っていいようだ。万事抜かりなく。俺の手下には火付けの手だれが揃ってますんでね。攻めてきたぞ。お堂に近づけるな。火攻めの邪魔となる敵がいるようだ。先に片付けておけ。三太夫以下伊賀者たちがおらねば火攻めはならぬ。守ってやらねばなるまいな。よし、火をつけろ。まずい、大切なお堂に火の手が。開門。任された。なんという非道な真似を。許さぬぞ。開門。散らかせば。先手を打たれたか。みんな出会え。ザコ。であるか。どんな死に急ぐか。東側にも火を放て。邪魔する者に容赦はいらぬ。散らかすよ。あんまり気が進まねえが、信長様のご命令じゃ仕方ねえよな。開門。お願い。いいよ。この程度では足りぬ。さらに火を放て。あのお堂は鉄砲兵が守ってるのか。あれじゃ忍びも近づけないよな。開門。壊してくれ。片付いたな。先を急ぐ。であるか。行くぞ。お見事。我らも役目を果たしましょうぞ。散らかせよ。敵は最下衆に加勢を頼んでいるようだ。いずれ棟梁の孫一も現れるだろう。であるか。やったぞ。これで家計を仕掛けられるな。よし、辺り一帯を燃やしちまえ。開門。だいぶ敵の数を減らせたよ。片付いたが、こんなことして大丈夫かね。そら焼き払え。火がついたぞ。
俺がやる。よっ、こっちに来るな、罰当たりどもめ。帰ろう。あちこちから火の手が。いずれここも焼かれるぞ。その前に逃げろ。開門。根本中道の門が開いたようだな。あそこを焼き払わねばこの戦は終わらぬ。根本中道は比叡山の総本堂、ここを死守するのが俺たちの仕事だ。開門。全軍最下衆を殲滅しろ。乗れ信長め、それを知らぬのか。害しか生まぬ朽ち果てた権威の何を恐れよというのだ。やっちゃおうか。散らかすよ。いい調子みたいだ。叶う相手ではなかったか。へえ、気合い入ってんな。邪魔者どもは消えたか。そう仕上げだ。火を放て。散らかすよ。比叡山が誇る根本中道が。火付けはもう十分だ。忍びたちよ、あとは好きに暴れてやれ。敗北条件変更。逃げ出してきた敵を追い打て。だって部働きしないとね。俺がやる。とて無駄よ。これで二度と俺には歯向かいない。乱世に正しきを示すため、謙信推参。信長の非道を許してはならぬ。続け。任された。なぜ奴らがここに。である。捨ておけ。上杉の将を迎え撃て。おめが上杉が蹴散らしてくれるわ。邪魔だては許さぬ。奴らを撃て。すでにこちらまで火の手が回っていたか。散らかすよ。いい調子みたいだ。力及ばすか。なんと見事な。耐えきれん。引かせてもらう。俺がやる。ここにいりゃ織田の連中に何をされるかわからねえ。任された。上杉に助けてもらうんじゃ。やつらを逃がすな。敵対する者は残らず撃て。逃げろ。織田のやつらがこっちに来るぞ。上杉勢と合流する前に討ち取れ。急げ急げ。
けられたか。俺がやる。さっきだ。目障りだ。この俺を止めようとて無駄よ。壊してくれ。奴ら織田の力を侮っていたようだが、これで下手に動けなくなっただろう。織田の勢い、ここまでとは。慎重に進まねば。散らかせよ。信長、この手で撃つべし。俺がやる。開門。剣心が自ら出てきた。奴は軍神と称される男。無謀な戦は避けろ。こりゃひどいな。あの時俺が信長を仕留めてりゃ。目障りだ。信長、金ヶ崎では子孫じたが、壊してくれ。今度こそ討ち取らせてもらうぜ。そうだ、やはり貴重を撃ったのは貴様か。最下孫一を撃て。くそ、俺も焼きが回ったか。口ほどにもない。逃げおおせたか。次は奴の雇い主を探り出さねばな。この剣心と互角に渡り合うとは面白い。そなたの武堪能させてもらおうか。最下衆の加勢も耐えた。はやこれまで捨て身で参る。いいよ信長よ。貴様の非道は目に余る。成敗。相手が軍神であろうと、俺の邪魔はさせん。壊してくれ。止めようとて無駄よ。剣心は引いたか。神出鬼没、油断ならぬ相手だ。最大の脅威は去ったようだ。よっ、はい。もうよい。俺たちの勝利だ。こたび桃地殿の一派が見せた鮮やかな火付け、見事と申し上げるほかありませんでしたな。とはいえ、あの後手の者に最下孫一を負わせたが、捕らえるには至らなかった。織田殿、申し訳ありません。構わん。真に憎むべきは孫一ではない。奴を雇って俺を殺そうとした者こそ貴重の仇だ。確かに、どうにかして突き止めなくては。必ずや引きずり出し、報いを受けさせてやる。
それにしても三太夫さん大活躍だったね。まるで楽しんでるようにも見えたけど。ああ、昔はあんなんじゃなかったんだけどな。兄貴もああ見えて苦労人なんだぜ。子供の頃、戦に巻き込まれて家族をみんな亡くしてさ、忍びの技を習得してからは自分と似た境遇のものを集めて、みんなを食わせていくために伊賀忍団を作ったんだ。流れ者のオイラにも親切にしてくれてな。人の本性なんてわからないものだよ。もうあの人とは距離を置いた方がいいと思うな。ねえ、カズージ君。忍びなら手前がいれば十分です。確かに。ねえ秀吉、君はもう誰かに頼らなくても自分の足で立てるくらい強くなったはずだよ。半兵衛、和氏、ありがとな。よっしゃ、オイラはオイラの道を行くぜ。